イテム番号。SCP-36、オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。1年に1度、機動部隊が、削除済み、で収容指令、にを出され、サイト、22A にある滑空路と空港を守護するために急破されます。9月に3日の0400時の間に、一般施設の全非 SCP 職員は退避し、次に朝日が昇るまで戻ることは許可されません。10月1日には、一般人は日が昇るまでに再度退避し、巡礼便が帰るまでサイト、22A へ行くことは許可されません。到着便から乗り継ぎ、巡礼便の出発を待つ巡礼者は、レベル3以上のクリアランスを所持している調査者によって尋問されます。説明。SCP-36 には、サイト、22A、北イラクのモースル地方にある小さな空港、とサイト、22B、サイト、22A で乗車する乗客の目的地、の土地も含まれています。SCP-36 の鍵となる構成成分は、到着便。9月23日の夜明け前に間もなく到着する、乗客を乗せる飛行便、年ごとに種類も型も違っている、です。それは、サイト、22A の半径約30〜40km の地点でレーダーに表示されます。それが着陸した時、巡礼者、が便から出て、ターミナルに入ります。クルーがこの便から降りてきたことはありません。マスクをつけた操縦士と副操縦士のみが観察されています。便は巡礼者が降りると、離陸の許可を待てたずにすぐに飛び立ち、着陸の際に名乗ることもしません。巡礼者、到着便から降りてくる、キラズグ降臨を受けていると言われているヤジディ教信者の人々です。毎年彼らは検査され、以前にも死亡しているヤジディ教の様々な人々と照らし合わされます。この称号は出生証明書、パスポート、特殊知識の質問、そして可能ならば指紋も使ってなされます。巡礼者の多くは友好的かつ平和ですが、それでも多くの巡礼者はキラズグ降臨の詳細をしぶしぶながらにしか語ってくれません。これまでに家族や友人をそれとは認識しないようお見せ、もしくは短期記憶から通常わかるものを超え、どんな情報でも思い出すことができていました。9月23日の夕方前に、彼らは巡礼を始めることは重要だと力説します。その際、彼らは、巡礼便、2列をなして更新した後便で飛び立ち、再度合間見えることはありません。巡礼便。SCP の人々により、巡礼者を送り出すために作り出された、訓練を受けた乗務員のヤジディ教の聖人が乗っている便です。乗務員は、例のごとく巡礼の細部やキラズグ降臨は実際何なのかということについては語りません。機内機構の SCP 機器は最適ですが、しかしそれでも記録のデータからは毎年少ししか巡礼の理解を深めることができません。便、花の加管と部にもかかわらず、乗務員と記録のデータは少ない日数しかカウントしていません。異常なものは何も観察されていないにもかかわらず、記録機材とカメラからその日々は失せています。便はレーダーから消え失せ、目視もサイト 22A から約50〜60km の時点で、10月1日に朝日が昇る頃までできなくなります。サイト 22B 巡礼便の目的地で、滑走道と削除済みの座標に存在する一つの建物からなる小さな空港です。この空港は、巡礼便の乗務員と飛行便のカメラからでしか観測できません。空港は衛星写真には映らず、徒歩でたどり着工とする試みも、一度悲惨な出来事を起こしただけでした。カメラでこの地域に焦点を当てても、普段は蜃気楼のような視覚的影響のある地面からの熱が飛行便から数ダースメートル以上にかかるので、撮影がうまくできません。SCP 偵察機による数週間の巡礼前の空港での低空飛行により、未開拓地と古い石像らしきものが存在していることが明らかになりました。1990年代に、SCP 機動部隊シグマ、4が巡礼の時にサイト 22B に近づこうと試みました。接近するにつれ、通信は途絶え機動部隊は二度と見つかりませんでした。のかの巡礼の間に探索を試みることが提案されることは一つとしてありません。もともと、モースルのヤジディ教信者について話すクルト人は、密かに彼ら自身で巡礼を行っていました。東からの巡礼者は、ヤジディ教の聖人に背後から突き添う、ラクダに乗りマスクと武装をしている護衛によって導かれます。聖人たちは、後に東の巡礼者を、彼らがヤジディ教の信者に、転生、
するために待つ彼らの、死の土地、に連れて行くのだろうと説明されています。キラズグ法輪、とは、クルト語で直訳すると、外観変化、であり、ヤジディ教信者のまだ劣った魂が受ける転生の神器だといった説明を以前受けました。実際にその巡礼儀式が秘密裏になされる間、象徴的な巡礼儀式と、キラズグ法輪、が、毎年この時点で他のヤジディ教信者によって行われます。1960年代の間、クルト人と海教徒による領地買収やトルコ人の襲撃、イラク政府の懲罰法により、ヤジディ教徒の活動や慣習は制限されていました。当時の財団がそこに介入をして、SCP 便がある地域の空港施設に無制限にアクセスできる有利な条項を結ぶために援助をしたいと申し出ました。するとほぼ即座に、東の巡礼者を乗せた謎の飛行便が地方の空港に着陸し、その上目的地に秘匿され、接触の困難な空港が出現しました。